今回もですね、合気道龍にお邪魔しております。先生よろしくお願いします。はい、お願いします。さて今回はですね、体位変更2、はい、はい、でございますけど、はい、ズバリポイントは何でしょう。やはり膝の動き、うん、それから腰の動き、うん、それから肘の動き、うん、この辺が一致することですね、うん、はい、これ単に動いてるだけじゃないです。いろんなポイントがありそうですね。そうですね、やはり合気道やっぱり呼吸力ですから、うん、この呼吸力が培われる、また呼吸力を使った体の転換というか、うん、ができることが大事ですね、はい、そのためには先生、やっぱり膝であるとか腰とか、そうですね、この動きというのは大切なような気がするんですが、いかがですか。そうですね、全くその通りで、やはり膝、腰、それから、まあ、後ろ足もそうですけど、うん、それから背筋ですね、うん、その辺のことが、しっかりできてこないと、うん、我々がこう普通に呼吸しててもですね、うん、姿勢悪くなるとやっぱり呼吸が浅くなってしまう。やっぱりしっかりした、姿勢を作ることで自然な呼吸ができる、うん、と同じようにですね、体勢がしっかりしてる、姿勢がしっかり整ってるってことが一つの呼吸力につながっています、うん、はい、じゃあその辺りを中心にですね、またそうですね、教授よろしくお願いします。はい、お願いします。さあそれでは早速お届けしましょう。体の変更に良い。前足を軸に、手は下へや下げるようにして回転します。手のひらを上に突き出すように。後ろ足から繰り返すので後ろ足から戻ります。この動きは一つは、ここに一つの呼吸が入っています。手でこれを回すというよりはこの膝の動きと、腰の動き、これぐーっとこう、これで相手をこっちへ引きつけてしまう。また、これがぐっ持ちになるときにはこのように流す動きになります。ですので、それを最初から流れの動きをやってしまうと、非常にこの体の動かし方が、曖昧になるので、やはり手を持たした状態から行うのが体の変更にです。こう変えますと、こうなったので、前足のつま先は動かさない。本来は動かすんですけど、その訓練として動かさない形を採用しています。というのは自分のその回転のその軸が狂わない、軸を狂わさない練習ということになります。ですからその動きの中でやってしまうと、先ほど申したようなその流れの動きも一緒で、結局、自分のその体勢が狂うということをなかなかわからない場合があります。ですので持たした状態からつま先は動かさないで若干膝が曲がって、今度は若干膝が伸びて突き出し形になります。後ろ足から戻ります。ここの最初の動きが非常に大事です。これをこうしてしまうと引っ張ってしまうと手が離れてしまうので、膝を使ってやや膝を曲げて重心が軸足に乗っていきます。次に膝が伸びることによってこちらに吸収する形になります。最後はこのように重心が前です。後ろ足から遠回りでも
からここのぐーこの、はい、この動き、この動きをまあ、習得したいためにやるということになります。この動きからこの動き、この時に背筋が近く伸びるんですね。はい、うわっ、これでも十分相手が、くっついていきますね。ね、はい、体の変更に、よし、よし、ね、もうすぐに、よし、そう、ね、よし、ね、よし、ね、よし。はいはい、はい、大体いいんですけど、まだその腰の動きがですね、膝と腰の動きが、十分でないわけですね。ですから相手がここへくっついてこないっていう現象でございます。ゆっくりやりますよ、はい、それで、手がちょっと遅れてます。2今のをやってみるとこうなんですね。こうなんですね。ここの、手足がバラバラになってしまって、だからこう行ったのがない。これがぐっこうなんです。こちらに吸収するようなものですね。そこに一つの呼吸があります、曲げる膝、伸ばす膝、この一つの呼吸でもって相手を、吸収してしまうと、ね、その結局呼吸力ですね。これの要請が、非常に大事なんですね。ただこの体を動かすということじゃなく、その中にこの呼吸というの、呼吸力というものですね、入ってないとそれは単なるもうハリボテみたいな形になります。もう一度、はい、接近、こうなんですね。まず前の膝をちょっと曲げ、こうなんですね。腰がぐーっていきます。で、足を回すときに前膝をちょっと伸びます。ぐーっと伸ばして、はい、腰を曲げて、はい、次伸ばす。その時腰が抜けるわけです。この時に、これ伸ばして、こうなってもらいます。これをぐーっと伸ばして、こうなってもらいます。ね。はい、これをぐーっと曲げて、はい、これ腰が抜ける。はい、はい、伸ばして、前膝を伸ばす。前膝伸ばして、はい。手が、スー。これを曲げ。まあ、はい、伸ばして、曲げて、はい、まあ、そういうことです、そういうことです。さあ、前、二、一、二、もう少し、ここの動きがですね、出てくるんですね。
これがですね、即この締めになるですから、二箇条を締める、二行を締めるんですね。今のところでこうなりますね。これをぐーっとスッとここなんです。これで、ここに力が来たんですね。それのこの動きと今やってる体の変更には同じなんですね。だからこれはこうする、あれはこうするじゃなくて、すべて、この呼吸力でもって処理しているというところに、非常に大事なところがあるわけです。もう一度、はい、はい、接近、ケアですから、この前膝の動き、前膝の伸び、後ろ足の張り、背筋、肘の曲げですね。これをぐーっとこう、はい、ちょっと前膝伸ばして、伸ばして、はい、下っていうことね。手を持って前に、えい、にし、えい、にし、えい、やれ、はい、まあ、彼女は風の上なりんですね。一生懸命やってるわけです。一生懸命やってる。まだその理解がですね、体が、落ち着いてないっていうですね、どうしても前の足の向きを変えた瞬間に、腰の力がちょっとずれてるんですね。ですからその前、これがこうなって、これを変えるときに、だこうならないといけないんですね。これ、ここが来てないんです。ここでも、ここが来てないんですね。これをぐーだっ。これを、バーッとなんですね。あそこの膝の持っていき方、後ろ足の張り、ここの力ですね。これを要請しないといけないんです。多少上下度ってあるんですか？膝を前の膝を伸ばしたとき、多少あります。多少ある、ちょっと上がる。なぜ上がるかというと、相手をこっちへこう呼び込むんです。これ押さえると、ぶつかる。これがぐー最初こう曲がってるぞ。これがさっきこうなります。でスッ、次とスッです。ね、これをぐーってぐーって動かないです。あいつをぶつかってしまいます。ですね。まあ、しかし、先ほど言ったように、本来はぐーってやると、おすごい、さーっとそれは動きになってないんですね。まあ、言ったら、持たれてしまったら、本当はもう、やられちゃうわけです。止まってるんですね。ですから、この動きの中でぐーっと、というような、動きを作るため の、 この基礎練習ということなんですね。ですからそこら辺をよく、ご理解いただいて、ここの動きですね。ここの動きが最も大事です。ぐーっとこの動き、ここの力が、肩が落ちている、肘が少し曲がります。これを突っ張ると肩が痛いんですからね。で、この腰が怖い。うわっ、ぐーった、この、ここの力が、肩が落ちて、肘が少し曲がる。この、突っ張ると肩が痛いんですからね。で、この腰が怖い。うわ、怖い。はい、バス。そうそう、さあ、ね。そうそう、全然自分の、ブレがなくなる。ですから、その辺を、十分ですね、訓練されると、これは非常に、役立ってくるわけです。相手が、うわ、
ですね。これは水滴がぐっと、うわぁ、一緒ですね。ですから、そこのパッと、腰で回るっていうですね。この足で回るので、これぐっと、はい、ぐっと、はい、うわぁ、ほい。ぐっと、おっと。それと、パッと回るんですね。その腰のこの安定、それから肘、肩に力が入らないように手を持ってくるんですね。それから後ろ足の張り、前膝の動きですね。その辺がこうマッチすると非常に力を発揮するということで、これを訓練するわけですね。で最初はなかなか、うまくいかないんです、ね、今千原さんにやってもらっている、まあ一通りの形をやってるわけですね。だからそれは、まあ、最初はやっぱり形から入っていくしかないんですね。形をやりながらそこに中身を入れていくということです。ですので、根気よく、それをやっていただくとだんだんとその中身が入ってきます。でまたこの技がですね、例えば、はい、片手、構え、片手持ち側面入り投げに、ちょっとこっちを、はい、片手持ち側面入り投げに、始め、こうなんですね。はい、これもですね、まあ、ちょっとあの形してですね、その力の流れがまだできてないんで、どうしてもぶつかってしまうんですね。これが、こうなんですね。ぐーんと、スーッそうそう、ぐっさっと投げるね。だから、今のこのゆっくりやってもこう、はい、ぐーっとこう来ますね。ぐっすっすっと投げる、ぐっ、ね、そういうような、全体の流れがつながってすっと流れるようになってくるわけです。それこれもやっぱりあの今千原さんがやってもらったような形が入っているんですね。で形ができたからっつってそれは本当にはまだできてないんです。そこに力の流れがつながってないんですね。それは相手と一体になった力の流れがつながって初めてだんだんそこに中身が入ってきたということが言えます。一番大事な点は何ですか？呼吸力ですね。呼吸力一つの呼吸ですね。このということはこの力ですね。この力が自然に出るということです。我々が普段歩いていても、生活しても自然に呼吸をしているようですね。この呼吸というものが、自然でなきゃいけないんですね。だからそれがこの自然な動きを作るわけです。だからその呼吸力、この呼吸に、まあ、目覚めていくというのがいいことじゃないかと思います。
元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー柿野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカさー